次は隠蔽について説明しましょう。隠蔽とは、光が外へ漏れないよう完全に隠すことで、外から見て明かりを消したと同様になることが必要です。雨戸のない窓や廊下には、光を通しにくいカーテンなどを設備しましょう。雨戸を閉めて隠蔽する場合は、その隙間や節穴から光が漏れないように目張りいたしましょう。特に欄間や天窓、空気抜きなどは忘れがちですから注意せねばなりません。完全に隠蔽してあれば、家の中の明かりは普段のままで良いのです。また空襲管制に移ってもそのままにしておいて差し支えありません。玄関の明かりも消して、羅車紙などで家の中の光が外へ漏れぬよう注意しましょう。出入り口は二重に黒幕を張って、出入りの際に光が外へ漏れないように工夫いたしましょう。台所、これは完全な隠蔽とは言えませんが、この程度なら良いでしょう。風呂場、便所なども不用意に明かりをつけがちなところですから、隠蔽をいたしましょう。床屋は明るい光を必要としますから、隠蔽した方が良いでしょう。出入り口は二重に黒幕を張って完全に隠蔽してありますから、客が出入りしても少しも光が外へ漏れません。このように特殊な作業で明るい光の出る工場はやはり隠蔽が必要です。特に高熱を発する作業場では、普通の隠蔽でなく換気方法を考えた、こんな隠蔽具を使ったら良いでしょう。換気を考え、しかも完全に隠蔽ができています。このように工場ではそれぞれの施設に適した設備をして、透過管制の目的を達するよう努めねばなりません。農家では夜仕事のできるよう隠蔽の方法を考えましょう。完全に隠蔽してあれば、家の中の明かりは普段のままで良いのです。また空襲管制に移っても、そのままにしておいて差し支えありません。道路を照らす明かりは消すのが原則です。自動車のヘッドライトは、規定に定められたように10メートル先の垂直面における光の強さを0コンマ7ルクス以下に減光し、ヘッドライトから直接出る光が15度以上の上空に向かないように
遮光音を用いなければなりません。屋外作業場の明かりは消さなければなりません。自転車の明かりや懐中電灯などもそれぞれ減光して遮光音をつけ、光を水平以上の上空に向けないようにしなければいけません。空襲管制は敵機の来る危険のある時、すなわち空襲警報が発せられた時から空襲警報解除の発せられる時まで行われます。空襲警報はサイレン、汽笛、花火、電灯点滅、警鐘、ラジオ、口頭などで知らされます。空襲管制は投下管制の最も徹底したもので、敵機に全く目標を与えぬことを目的として、全ての明かりを全く消してしまうか、あるいは完全に隠蔽して光が外に漏れないようにするのですから、1秒を争って速やかに行い、タバコの火までに注意して、絶対に光を外に漏らすようなことがあってはなりません。便所などはうっかり明かりをつけやすいところですから、完全に隠蔽しておきましょう。雨戸だけ閉めて隠蔽したつもりでも、欄間などが忘れられていることが往々ありますから、注意して隠蔽することが大切です。空襲管制は全ての投下について一つ残らず厳密に行われることによって、初めてその目的を達することができるのであります。ただこういう標識灯などは特別の必要から厳重な条件のもとに残しておくことが認められています。空襲警報が解除されました。しかし、いつの場合でも空襲警報が解除されたら、必ず警戒管制に移ることを忘れてはなりません。投下管制は夜間における防空の一手段として最も効果のあるものであり、戦時事変の際には相当長期にわたって行われるものであります。各家庭、工場、事務所などで平素からそれぞれの明かりについて管制の責任者と光を隠す具体的な方法等を定めておき、またこれに必要な用具もひとまとめに準備しておいて、いざという時慌てずに早く正しい投下管制ができるように心がけることこそ国民の義務なのであります。